よー、カチッコチョコンボはタイポンです。それでは今回は FIFA21 の噂について話していこうかなと思います。まあね、普段はね、最新情報とかリーク情報とかそういうのを動画にしてたんですけど、まあこの噂ちょっと俺も予想はしていたので、まあ今回ちょっと動画にしてみました。はい、この噂は何かと言いますと、フランスリーグ、リーグ1のライセンスが超強化されるという内容です。これはね、どういったことかと言いますと、FIFA19 ではリーガエスパニョーラ、スペインリーグのライセンスがめちゃくちゃ強化されて、まあ、選手の固有フェイスがめっちゃ増えたりとか、あとはもう収録スタジアムがマジョルカとバルセロナ以外、これはウィレットの契約の関係上スタジアム入ってないんですけど、それ以外のクラブはもう全部スタジアム収録されたりとか、あとは放送演出が完璧になったりとか、まあ、ダゾーンとかで見るときとまあ同じ放送演出になったりとか、あとは月間最終選手賞のトロフィーとかがちゃんと本物と一緒になったりとか、もう本当に細かいところがめちゃくちゃリアルになっていったりとか、詳細になっていってるっていう、そういうことなんですけど、で FIFA20 だとそれがブンデスリーができて、こういうフェイスの数とかも200人とか一気に増えたりとかして、でもちろんスタジアム全収録でしょ、アリアンツアレーナ以外、これもウィレットのか契約の関係上なんですけど、で2年前から今この流れが来てて、えじゃあ次はどこってなった時に、まあ予想としてできるのはリーグワンかなって思ってて、まあセリア来てほしいって人がいると思うんだけど、セリアは俺の予想だと来るにしても FIFA21 じゃないんじゃないかなって思ってたんで、なので今フルライセンス化って言った方がいいのかな、これは。まあ一応もうライセンス自体は持ってるんだけど、まあ、さらに最強になるっていうことなんで、まあ、これはリーグワン来ると。ってことは、めちゃくちゃこういうフェイス増えるし、今は多分スタジアムもパリしかないのかな、フランスリーグのスタジアムって。だそしたらもう、これが来たらもう全部収録されるでしょ。で、まあ、放送演出もすでにあるんだけど、またそれがいろいろ強化されたりとか、あとはもうなんといってもこういうフェイスですよね。リーグワンのこういうフェイス確かに少ないんで、まあ、それがおそらく今までの流れからすると、まあ、200人近くはこういうフェイスになると。やばくないっすか、これ。だ、FIFA22 はもう多分セリア行くでしょ、さすがにこの流れからしたら。でもう全ての、5大リーグがほとんど完璧になると。 FIFA20 になったら、まあ、PlayStation 5にももう結構移行してる人もいると思うんで、おそらく俺の予想だと FIFA20 にはめっちゃ変えてくると思ってるんで、もうその頃には本当に完璧に近しいサッカーゲームになるんじゃないかと、そこまで予想してます今これで。まあここ最近の FIFA の流れとか、まあ、EA の流れとか見てると、もちろんねスモールリーグも力入れてはいるんですけど、やっぱりこの超絶人気な5大リーグ、ここへの力の入れ具合ってやっぱ本当にすごいんで、めちゃくちゃ期待できると思いますよ。あとこれね、動画で出すぐらいじゃないかなと思ったから動画にはしてなかったんですけど、なんか南米の方にも最近めちゃくちゃ力入れてて、新しいリーグのライセンスとしてなんかパラグアイリーグ収録されるんじゃないかっていう今噂が出てます。だから徐々にね、こう南米の方にも力を入れ出してきてるっていう、そういう流れが今あるみたいですね。でもこのフランスリーグ、リーグがフルライセンス化される噂っていうのは俺結構信憑性高いと思ってて、この2年間の流れっていうのももちろん踏まえてもそうなんですけど、あとはムバッペがおそらく FIFA21 の表紙になるとめちゃくちゃ予想されて、その可能性かなりでかいんですよ。だからめっちゃちょうどいいじゃないですか。もうムバッペ表紙にして、でパリでしょ、もう表紙がパリが所属しているリーグ、リーグ1フランスリーグということで、じゃあリーグ1の力入れましょう。もう流れとしてはめちゃくちゃ自然なんですよね。スペイン、ドイツって来たらもう次ね、もうフランスかイタリアのどっちかしかないんで、まあおそらくね、もう少ししたらちゃんと公式で何かしらの発表があったりとかお知らせがあったりすると思うんで、この噂がね本当であってほしいですけどね。俺はもう今7割8割ぐらいはもう来るんじゃないかなって思ってるから、本当に来たらめちゃくちゃ嬉しいですねこれは。はい、ってことなんで皆さんいかがだったでしょうか。もうね毎年毎年本当に進化が止まらない FIFA なんで、今後ねどこまで行っちゃうのかが本当に見どころだし、まあ実際伸びしろめちゃくちゃあるゲームだから、これからもどんどんねもう進化が止まらないことをもう期待しております。はい、ってことなんで、ぜひぜひコメント欄の方に意見感想、いやなんかフランスリーグ嬉しいとか、まあイタリアが良かったなとか、まあ何でもいいんで、いろいろ感想コメントよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございます。この動画だと思ったら高評価、まあチャンネル登録してくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。